ちは。皆さん本日はお集まりいただきありがとうございます。友小泉の小泉です。今回のコレクションは、ミラノファッションウィークにてブルチェラデガッパーノの支援のもと制作発表されたコレクションを、ファッションプライズオブ東京の支援のもとパリでプレゼンテーション形式で発表したものを、東京凱旋イベントとして、発表したものになります。それでは今から、実際にミラノでのラーメンの動画を、見ていただきながら、コレクションの解説を少し入れさせていただければと思います。こちらのラーメンは2月26日、ミラノ現地にて発表されたものになります。こちらの旅行に使われているプリント柄は、シチリアの伝統的なカレット柄というものなんですけど、こちらのプリントを使用し、コレクションを作りました。これも、ブルチェラデガッパーノの、伝統、クラシックなプリントの一つになります。このハンドスモッキングというテクニックは新しく使っているんですけど、それを、用いて、新しいディテールを、開発し発表することができました。生地は、伊藤忠さんが作っている、レニューという 100% ポリエステルの衣類からリサイクルした糸を使っておられた生地にプリントを2本でして、使用しています。これらのスモッキングの生地は全て、レニューの生地になっています。これらの、ハンドスモッキングに使っているカラーグラデーションの生地の色合いは、日本の昭和期の、カラー見本、色調の見本帳っていうのがあるんですけど、その時にトレンドとして流行った色の組み合わせっていうのをベースに使って、少しこう日本の伝統的な色合いを醸し出しつつ、イタリアだってヨーロッパの美意識とこう連動させて、またこう面白い調和が生まれたらいいなという形で作りました。これらの生地もそのレニューの生地を使った、プリント生地になっています。このピースは、自分の中でこうマルチカラーというものを、ボーダーだけじゃなくていろいろ混ざり合って、不調、ランダムな色がこう均等に合わさっているけど、それで調和が生まれているという状態を、表したピースになります。でこの今5人で、着てもらってるピースは2021年に、大阪の梅田阪急でポップアップストアをやった時の、壁の装飾なんですね。その時に、装飾を、大体ポップアップのものとかって作って終わったら捨ててしまうと思うんですけど、それはすごくもったいないなと思ったので布に、縫い付けて、ドレスをいつも作るような形 で、壁につけたものを、保存してありました。で今回、せっかくの機会、久しぶりに海外でコレクション発表できる機会だったので、ミラノに持っていき、でもその時はまだ着方は考えていなかったんですけど、このような5人で着るという着方を現地でスタイリストさんと一緒に考えつきました。なんかこういう美しい色とか美しいものっていうのをこうみんなでシェアして、なんかこう楽しめるっていうのがいいなっていう、自分のメッセージになるようなピースになっています。ありがとうございます。すいません、もう見てくださってる方がいたかもしれないですけど、自分の解説も含めまた楽しんでもらえてたら嬉しいです。改めて、今回のような素晴らしい機会をくださったファッションプライズオブ東京の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。また、同支援によって9月にも、パリのファッションウィークにて新しいコレクションを発表予定ですので、そちらも楽しみにしていてください。それではありがとうございました。ありがとうございます。